どうも、今日の夕飯、カレーの煮付け、藤丸です。今日もビットコイン、イーサリアム、リップル、ステラ、ネム、IOST のチャート分析をしていきたいと思います。このチャンネルでは株や仮想通貨のチャート分析を毎日配信しておりますので、投資に興味がある人、お金持ちになりたい人はぜひチャンネル登録をしてみてください。はい、仮想通貨相場は今日はね、一旦全体的に下げの相場でしたので、まあ、このまま下げるのか、まあ、それともね、今調整で一旦反発していくのかと。その辺についてお話していきたいと思います。はい、引き続き、ツイッターの方ではね、仮想通貨のつぶやきやってますので、動画の説明欄に私のツイッターリンク載せてますので、ぜひフォローしてみてください。はい、あと、藤丸大学の方ではね、今日ね、エムレナっていうね、カップル YouTuber の人が破局で、解散するというね、話をしてるので、ちょっとそれについてね、僕のね、YouTube におけるカップル YouTuber の、今後についてね、ちょっと語ってますので、ぜひ興味ある人は見てみてください。はい、今日も仮想通貨ニュースを読み上げてから、ビットコイン、イーサリアム、リップル、ステラ、ネム、IOST という順番でチャート分析をしていきたいと思います。はい、今日のニュースはですね、コインポストの記事ですね。コインポストが、仮想通貨をどのように規制するべきか、ダボス会議2021で話し合われているということでした。ダボス会議が今開催中ですけども、デジタル通貨のリセットと題されたパネルディスカッションが開催されましたということです。イギリス中央銀行のイングランド銀行のアンドリュー・ベイレー総裁らが参加して、金融のデジタル化とそれに対する規制のあり方を議論しましたということです。それによると、ベイレー総裁は、決済インフラのイノベーションは今後も続き、デジタル通貨は速度やコストなど金融システムにおける長年の課題を解決する役割を担っていると認めました。まあ、その一方で、既存の仮想通貨は通貨として使用するためには必要なガバナンスを備えていないという話を問題点として指摘しました。あとはね、ステーブルコインとかね、中央銀行デジタル通貨、デジタル人民元のようなやつで、ね、それのメリットについても、まあ、議論されたということで、まあ、ビットコインなどの民間の仮想通貨については、まあ、懐疑的なんだけど、ステーブルコインとか、中央銀行が発行するデジタル通貨とかは、使えるんじゃないかというか、まあ、どっちかというと、我々がね、普段扱っているような、そのビットコインとかには懐疑的な立場、ということで、言ってたということです。まあ、この、記事がプラスマイナス10でどれぐらいかというと、プラス2ぐらいにしたいかなと思います。まあ確かにね、ビットコインみたいなね、価格変動が激しい通貨についてはすごく、その、まあ、国際会議の場では、ちょっとネガティブな意見が多いんですけど、このデジタル通貨とか、その、ブロックチェーンとかについて、やっぱりその、ちゃんと国際的に議論がされてるってところは、まあ、いつか仮想通貨業界のね、規制とかね、税法とかね、まあ、その辺が整備されてるきっかけにもなるので、議論されてること自体はね、プラスなんじゃないかな、というふうに思いました。はい、今日はね、雪印メグミルク牛乳を飲んでおります。うん。じゃあ、今日もビットコインの相場分析からいきたいと思います。ビットコイン329万円まで下落しました。昨日までロング取ってましたね。ロング取ってたんですけど、ロング取ってね、3万5000ドルまで狙ってました。368万円ぐらいまで狙ってたんですけど、そこまでは上げ切らずに、362万円で、まで上げてしまったので、ストップロスただいぶ私入れてたので、そこで刺さりましたね。ストップロス入れてましたので、3万4500ドルでストップロス入れといたらそこで刺さったので、356万円で刺さったので、僕は、逃げれましたけど、皆さんはどうだったでしょうか？この結構ね、落ちすぎましたね。30万円ぐらい落ちてしまったんですよね。ただ、まあ、別にそんなにネガティブというかね、まあ、想定通りこういう三角持ち合いなわけなので、まあ、この中でスイスだけだと思います。なので、ここでショート狙った人も結構いたんじゃないでしょうか。私もう一歩上まで上がってくるかなと思ったんですけど、まあ、こういう風にちょっとね、浅めに引いていくとね、確かにここがね、レジスタンスラインなので、ちょっと浅めに引いておこうかなと思います。で、このまま行くと、先端が2月4日なんですよね。
なので、2月の初旬ぐらいまでダラダラとね、この三角持ち合いの中で、下がってくる可能性もまあ高いのかなと。だからだんだんボラティリティがね、低くなってきて、そのうちバネみたいにピョーンって跳ねる。上か下かに跳ねるんじゃないかなと思うんですけど、まあどっちかっていうとね、この高値切り上げのラインより安値切り下げのラインの方、高値切り下げのラインの方がね、鋭いので、下に行く力の方が強いかなと思います。三角持ち合いを下に割れる可能性の方が私は高いかなと思っていて、そうなってくるのであれば、まあ週足レベルの調整をしていくんだろうなと思います。まあ私のがね、最近口癖のような週足レベルの調整っていうことなんですけど、まあそうしていくとね、やっぱり250万ぐらいまで落ちてもおかしくないのかなとは思ってますね。まあ週足で見てこんな感じですね。陽線ずっと続いてなくて、陰線。3週連続の陰線で、ヒゲが下をね、だんだんね、こう、伸ばしていく形になってますので、もうちょっとね、だらだら下がってくるかな。1月の末ぐらいから2月のまあ上旬ぐらいまで、だらだらと下がってくるんじゃないかなと思ってます。で、落ちてくるぐらいだったら、この週足の、10MA ぐらいまでは落ちると思います。10MA はでも298万円。この間落ちたとこですよね。だからもうちょっと割ってくるぐらいまで落ちるんじゃないかな。月足で見てみたら、こんな感じですよね。一応ね、1月陽線ですけど、かなりヒゲが長いので、売り圧力が強いことがわかりますよね。で、これで、例えば、EMA を見てみると、10EMA かな ?197 万円とかなってるんですよね。ここ、この辺。そこまで落ちてくるかはちょっとね、怪しいけど、でも250万とかそれぐらいまで調整するってのはあるんじゃないかな。もうちょっと日足レベルで細かくサポートラインないか探してみましょうかね。ここか。ここは結構サポートになりそうだな。247万円 ?23,500ドルぐらいですかね。ここ。ここ結構、1週間ぐらいこうサポート、レジスタンスされてるので、ここは結構支えられるんじゃないかなとは思ってます。だからまあ、ここから落ちてきたら、まあ、あと70万ぐらい落ちる可能性はあると思いますけど、まあ、この辺かな、落ちてきても。なので、まあ、ビットコイン買いたい人は、やっぱり三角持ち合いの加減ぐらいのところ、300万ちょっとぐらいのところで買っていくのと、250、60万ぐらいで差しとくと、刺さるんじゃないかなと思います。ちょっとね、調整はね、もうちょっとあるかな。日足の時間軸で見てみても、どこだろう。だからこの上昇って、スタート地点がね、もはや9月とかなんですよね。この辺からなんで、9月でしょ ?9、10、11、12、1でしょ。だから、5ヶ月ぐらいかかってるんですよ。だからその調整って考えたら、やっぱり1、2ヶ月はかかると思うんですよね。で、この間のてっぺんが確か1月の7日このてっぺんがね、1月の7日なんで、2ヶ月ぐらいかかるとすると、2月いっぱいぐらいまで調整する可能性はあると思う。この辺から、一旦落ちる。で、また上がんだけど、また落ちるみたいな。こうダブルトップ形成して、3月から上昇みたいなね。まあ、長い時間軸で考えたら、まあ、2月ぐらいまで調整するんじゃないのかな、というふうに思ってますので、まあ、現物の方は、まあ、あんまり高値で掴むよりは、まあ、しっかりもうちょっとね、週足レベルの調整あってから買っていっても全然いいんじゃないかなと思います。ただ、当然、三角持ち合いを上に抜けてきたらまた上昇来ると思いますので、そしたらそこで買っていった方がいいと思います、現物はね。ビットコインはそんな感じです。あ、なんで FX する人は、三角持ち合い上に抜けた、上にタッチしたら、ショートですね。だから、350万ぐらいのところで、3万3800ドルとか、それぐらいでショート、今度下に、落ちてきたら、2万9000ドルぐらいで、2万8500ぐらいで、ロングする。で、三角持ち合いの中でショートロングをやるっていうのがまあセオリーかなと思います。で、三角持ち合いを上抜けてきたら当然ロング、下抜けてきたらショートって感じで、いう目線でいいかなというふうに思ってます。はい、ビットコインは以上です。じゃあ次、イーサリアムですね。イーサリアムも私がストップロス入れてたんで、昨日この辺の高値まで見たんですよね。15万円近くまで上げてるのを見て寝てしまいました。で、ストップロスを1400ドルまで上げてました。私は1200ドルぐらいでロングしたんですけど、ストップロスを1400ドルに上げといたら、1400ドル、14万5000ぐらいのところね。なんで1000で言うと この辺なのかな?この辺。この辺なんですけど、この辺でかかってました。なんで朝起きたら、利確されてました。2万円幅ぐらいは取れたんですけど、
今ね、まあこういうね、レンジ組んでるんですよね。で、この辺ね、見えないんだけど、真ん中のね、線があるんですよ。ここに支えられてるような状態。ちょうど真ん中ぐらいのところなんで、あんまりちょっとね、今、FX をする、モチベーションは湧かないのかなと。ちょうど真ん中なんで、上行っても下行ってもおかしくない状態なんで、FX はちょっとね、今手を止めた方がいいのかなと思います。ここからまた落ちてきて、この辺のね、12万円ぐらいまで落ちてくる可能性は全然あるし、もう一回反発して、15万5千円ぐらいまでね、1500ドルぐらいまで上げてもおかしくないんですけど、とりあえずレンジなんで、ビットコインと同じく、上に上がってきたらショートで、下に落ちてきたらロングっていうのでいいかなと思います。そしたらリスクリワード的にも、損切りラインがかなり浅めに設定できるので、まあそれがいいんだろうなと思います。なんで現物買いたい人はまた落ちてきたとこ12万ぐらいで買うのと、あとビットコインがもし250万ぐらいまで落ちるんだったら、まあイーサリアムも日足レベルの大きな調整するでしょうから、週足レベルとかね。そしたらね、マックス9万円台から8万円台ぐらいまで落ちてきてもおかしくないと思う。この辺ぐらいまで。うん。まあ平行チャンネルだしね。上昇の平行チャンネル、セオリー下抜けなんで、この辺ね、8万5000とか9万円とか、それぐらいまで落ちてきてから再上昇とかね、まああるのかなと思ってみてます。はい、イーサリアム以上です。次がリップルですね。リップルも落ちてきてしまいました。ちょっと私ロングしてたんですけど、私がロングしたのはツイッターでしか実は言ってなくて、昨日の夜にツイッターで言ったんですけど、アセトラ形成してたんでロングしてたんですよね。そしたら、ストップロスかけてたんで、これアセトラ。これ上値は一定なんですよ。上値は、29円ぐらいのところかな。29円ぐらいで一定で、こっちはね、こういうね、アセトラなんで、ここでロングしたんですけど、安抜けてきてしまったんで、ここで損切りライン入れてたんで、損切りされました。ロングはね。で、ちょっと今ね、あんまり傾向としては、方向感つかめないので、大きくまあ簡単に下降ウェッジだという認識でいいかなと思ってます。こういうね、下降ウェッジなんで、この中をうようよしてくれる。そうするとまあだんだん下げてくると、可能性があるんで、どっちかっていうと、高値でショートしていきたい場面。例えば 0.30 ドル、31円ぐらいのところまで上げたらショート入って、この下まで狙う。0.24 ドルとか25ドルまで。狙うっていうのがいいかな。まあ、逆に加減になったらロングしたいんですけど、まあ、でもね、ロング狙うよりはショート狙った方が値幅が取れるので、どっちかというとまあ上、高値になったらショート狙うのがいいのかなと思ってます。で、現物ですが、現物はね、まあ、ぼちぼち買っていってもいいでしょうね、そろそろね。25、6円ぐらいまで落ちたら少しずつ拾っていっていいんじゃないかなと思ってます。まあ、三角持ち合いのちょっと下の方のあたり。うん、こういう下降ウェッジのセオリーは上抜けなんで、しかも結構ね、高く離れることが多いんですよ、下降ウェッジの場合はね。ギョインとね。なんでこの辺ぐらいから買っておいて、次の上昇に乗るみたいな感じでいいのかなと思ってます。まあ、リップルは、まあ安値で拾っといて、まあ SEC のね、訴訟とかが落ち着いてきて、ちょっと価格が上がってくる。本当の上昇までは、ガチをしていくっていう予定で持ってます。私は23円で買ってるのがそのままあるので、そのままずっと持っていこうかなと思います。23円まではちょっとなかなか落ちないと思いますので、ましてはこの18円とかね、SEC ショックの18円まではもう無理かなと思いますので、まあ、25、6円で買えるんだったら全然いいんじゃないかなと、買っていっていいんじゃないかなと、いうふうに思います。はい、リップル以上です。次、ステラですね。ステラが 26.7 円。リップルよりも安い価格ですね。ステラもね、方向感読めないですね、ちょっとね。とりあえず単純に、こういうまだアセトラです。このアセトラ。なんで、この中でもじもじするんですけど、まあ一応アセトラなんで、安値は切り上げていくのかな、って感じですね。だから今まあこの辺で買ってもいいと思う。26円ぐらいで買っていってもいいし、もうちょっと下げたら25円ぐらいで買っていくのもいいのかなと思います。まあ買いのチャンスかなと思います。多分この辺に落ちてくることはないと思います。この上昇があるんで、今半値ぐらい戻して、もじもじして上げていって、またパーンと跳ねるみたいなね。まあそんなイメージかな。アセトラなんでね。うん。だから、まあステラはぼちぼち買っていってもいいと思いますよ。三角の加減まだ落ちたとしても、25.2 円とかなんでね。まあ、結構底値圏だと思います。買っていってもいいかなと思います。はい。ステラ以上です。じゃあ次ね、ネムですね。ネムはね、ほんとなんかね、チャート形状が綺麗じゃないんですよね、全然ね。なんか方向感がないっていうか。単純にここのボックスレンジなんでね、18円の底から、この32円ぐらいまでのボックスレンジで、ちょっと下ね、がまあ、多いって感じなんですけど、まあこの辺みたいにたまにボンと下げるとこがあります。
だから19円20円ぐらいで刺しとくと、そのうちまた刺さるんじゃないかなと思います。18円のラインはなかなか割れないと思います。てか割れたらもう相当悲惨だと思いますね。ネムはね、18円割ってしまったらね、ここを守り切った上で他のコインがすごく上昇に転じた時にネムもものすごく跳ねてくるんじゃないかなと思いますので、まあそろそろね、ネムを変えてない人は買っていってもいいんじゃないかな。19円とかね、その辺で買っていって拾うのがいいかなと思ってます。はい、ネムは以上です。じゃあ次 IOST ですね。IOST ですが、ちょっと落ちましたね。上昇が弱いですね。まあ一応三角持ち合い上に抜けたので、上がってきそうなんですけど、ちょっと弱い感じ。ただ、1.3 円の、安値は割らないんじゃないかな、と思います。てか割れてきたらもう多分おしまいですね。奈落だと思います。また 0. 何円とかに落ちてくると思いますが、もうそこまでの下落はないだろうと思ってますね。こんな感じですね。引き続き、この 1.3 円のところ、一回レジスタンスされたところがサポートになって、ピョインとね、サポートになりました。で、こういう下落トレンドも上抜けたら跳ねそうだったんですけど、失速したって感じですね。なんで、ぼちぼちまた買っていってもいいと思います。この 1.3 円、1.4 円ぐらいのところで、買っていって、まあ、この辺でね、もじもじするんでしょうけど、他のコインがまたね、調子が良くなってきたら、一気に上げてくるんじゃないかなと。こういう単価の安いコインは上げ始めたら早いので、この辺の安値で拾っとくといいと思います。1.3 円、1.4 円。まあ今 1.5 円ぐらいですけど、まあ、この辺で買っていっていいんじゃないかなと思います。まあ、この辺のね、まあこの辺の調整からするとかなりまだ安値圏ですよね。1.5 円とかね。まあ、この辺で買っといて、ちょっと放置しといて、まあ2月ぐらいまでビットコイン調整しそうなので、3月ぐらいまたなったら急上昇するって可能性も高いので、この辺で買っていくのがいいと思います。はい、というわけでチャート分析してみました。エンジンコインがですね、コインチェックに確か、上場してますね、今日ね。なので、あと、クアンタム。クアンタムが、ビットコインに上昇するのも、確かそろそろですね。なので、まあ、その辺もちょっとね、ぼちぼちチャート分析していこうかなと思います。はい、今日の動画が役に立ったという方は、ぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンをお願いします。そして、動画の説明欄に私がおすすめしている仮想通貨取引所を紹介しております。日本の取引所であれば、コインチェックとビットバンクがおすすめです。そして、コインチェックは、日本の取引所の中で最も取り扱いコインが多いというのと、ネムのシンボルトークンのオプトに対応しております。そして、新しくね、日本で初めてエンジンコインを取り扱い始めてます。そして、ビットバンクはすべてのコインで差し値取引ができるというのと、クアンタムをね、新しく上場しますので、とても魅力的です。そして、日本の取引所にはない、ドットとかエイダとかユニとかね、その辺の、今年投資がいい仮想通貨も買ってみたいという方は、バイナンスがおすすめです。そして、FX も挑戦してみたいという方は、バイビットとオーバービットがおすすめなので、ぜひ登録をしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。また明日。この動画の説明欄、またはこちらの QR コードにある、私の LINE 公式アカウントでは、株や仮想通貨、そしてお金に関するお得な情報を見つけたら配信しておりますので、ぜひ友達申請をしてみてください。そして、Twitter や Instagram についても、やっておりますので、この説明欄のリンクからフォローしてみてください。チャンネル登録はこちらから、そしておすすめ動画はこちらです。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。